大田牛一は戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、官僚、信長後期などの軍旗と伝記の著者。官位は泉守。通称は又助あるいは泉を用いた。意味名は天正九年までの文書では信貞と署名しているのが確認できる。その後の書状では年代の確実なもので古いものは天正十七年から牛一と署名して、 晩年まで、これを続けた。そのため、信長の死んだ天正十年前後に意味名を変えたのでは、ないかと言われている。また平家がたり一方流尾は帽子が、名乗りの一文字の末尾に、位置をつけるので、それに習ったという説もある。大英七年、終わり国かすがい小売山田所康植村のおそらく、土豪の家に生まれる。上岸寺において、僧侶をしていたが、現属し、 柴吉宗の家臣となる。天文23年7月12日の吉宗殺害の後、名古屋城の織田信長の保護を求めた維持の柴吉銀について織田家に行った可能性がある。天文23年、信長の家臣、柴田勝家に仕え足軽衆となる。同年7月18日、あじきの戦いに参加する。吉宗とぶらい合戦の意味もあったと思われる。 弓の腕を認められ、信長の直進となり、弓三人やり三人の、六人衆の一員となり、近止衆となる。A67 年、美の斎藤氏の堂々上攻略では、二の丸の門近くの建物の高い屋根から弓をいて、活躍し、信長に褒められ、治療を増やされる。その後は、近止の初期となる。後には、安土城下で屋敷を持ち、信長に近止する官僚として、 A612 年から天正10年にかけて、庭長秀の寄り木として、京の寺社との間の行政を担当する。ただし、天正5年5月石山合戦で天皇寺取り出で、原田直政うち寺にの危機の際には、動員され出陣している。同時代の、鴨明和けの神社文書には、同社から、牛一に、筆がしばしば送られた記録が見える。他に、 長塚正家やその弟直吉といった理領仲間にも送られていることから、牛一も鴨もから筆を送るにふさわしい人物として認識されており、これを用いて、信長後期の元になる記録をつけていたとも想像される。本能寺の変後は、庭長秀に二千国で使え、柴田勝家との戦いのため坂本城に、長秀に従い参陣する。あとに、 天正13年の長秀没後は、庭長茂に、加賀国末島で使えるが、公務は息子に譲り同地で一時隠居する。しばらくして、豊臣秀吉に召し出され、天正17年から、洛南の行政官僚となり、再度自社行政と検知なども担当し、この年から、山城国家も六号を検知する。天正18年には、淀城を拠点にし、 南山城と大見国浅江軍の大官も兼任する。天正20年、非全国名古屋へ秀吉に従軍し、道中の人足や馬を配分する武行に就く。名古屋では、名古屋城の建築工事の差配をする。文禄元年の文禄の役では、城の留守番主として詰める。文禄3年、大阪に戻る。文禄5年5月9日、豊臣秀頼の初の上落に具部する。 この時に、御用税天皇に、大公民をたびたび御神髪の木を献上する。慶長3年3月15日の第五の花見では、秀吉の側室、三の丸伝の敬語を務めた。同年3月17日、第五次見本院で、門関、義援から信長から秀頼までの記録を書いたと、紹介され一部暗証もした。同年9月18日の秀吉の没後は、 豊臣秀頼に仕えた。慶長6年までに、関ヶ原合戦像師を徳川家康に献上し、11月7日、中井宗重にも新上する。慶長11年、南禅寺、昆治院の河内新官事業の代官になる。慶長12年頃、関ヶ原合戦氏を奥書きで、自分の著作をまとめて、五代の軍記と名付ける。慶長十六年三月十八日、 秀頼の家康との京都二条城での会見への上落に愚ブする。牛一は長寿かつ創建で、慶長十五年、八十四歳児の書も残っている。しかし、官房で重滞となり、体力が低下したが回復する。隠居しないまま大阪城東南の重心の屋敷地区の大阪玉造りで、慶長十八年三月に病死する。大阪府池田忍仏美寺に子孫が建てた墓がある。 記録作者として優れ、信長、秀吉、秀次、秀頼、家康の軍記、伝記を著述したが、信長の一大記である、信長後期が、その綿密さと資料性の高さから、特に有名である。戦記としても、軍事的に正確で、研究対象となっている。江戸時代の通常の変産物や、軍記物とは一線を画している。長篠の戦いを描いた屏風。 流しの合戦屏風は、地形は前後に縮小されているがおおむね、信長後期通りでありその信憑性を高めている。人の行為、戦争や生死に対しては、テントが定めているという運命論者であり、信長の虐殺も淡々と事実を描くが、批判はしない。他には、安土城についても、細部まで正確に記録しており、上層の絵の位置が一部入れ替わっていることが、 加賀藩伝来の天守差し図の発見で裏付けられた。着難のまた、七郎牛継は秀より家臣の青木和重に仕え、大阪夏の陣の豊臣氏滅亡後は、津藩の東道高虎に仕えるが、摂津浅田藩の青木家に戻り、以来、浅田藩主として続いた。信長後期の写本を現在子孫の大田直則が所有しており、その成立の過程を解明できるものとして研究が、 進められている。子息の大又助は、庭や、小田信を、豊臣秀吉に仕え、その孫の相互が浪人後寛永18年より、前田利常に仕え、以来、加賀藩主として続いた。富山県に、子孫大竹が残る。富山県公文書館に、現所蔵者から加賀大竹伝来文書が帰宅された。信長後期写本、刑図帳文政7年10月。 先祖由緒一類不調、慶応2年9月。ありがとうございます。